どうしたの山本くん、母言って。さっき螺旋階段を登ったんですよ。カネオレ階段じゃなくて？カネオレ階段？知らない？せっかくだから階段の話でもしようか。あ、いや大丈夫。皆さんは階段に様々な種類があることをご存知でしょうか？階段は行き来のしやすさを左右する重要な箇所になります。どのような種類の階段があり、それぞれにどのような特徴があるか把握することで、より快適な住居となります。そこでこの動画では代表的な階段を7種類、その特徴とともにご紹介します。始まった。代表的な階段7種類の特徴。1つ目は直階段です。直階段は最もポピュラーな階段です。曲がったり折れたりすることなく、まっすぐ上り下りをするシンプルな形が特徴です。折れ曲がることがないため、縦に長いスペースが必要になります。2つ目はカネオレ階段です。カネオレ階段は階段が途中で90度に折れ曲がる形の階段です。間取りを階段に合わせる必要がなく、設置する場所を選ばないため、多くの住宅で選ばれています。折れ曲がることで直階段よりも小さなスペースに階段を収めることができます。また曲がる部分に踊り場があれば、落下時に下まで落ちずに済むので安全性が増します。3つ目は折り返し階段です。折り返し階段はカネオレ階段をもう一度折り曲げて U の字を書きながら上り下りする階段です。カネオレ階段よりもさらにコンパクトに階段を収めることができます。カネオレ階段と同じく踊り場を作った方が安全性は上がります。4つ目は中空き階段です。折り返し階段の中央を長くして踊り場を2つ作り、ゆとりを持って移動できるプランです。階段下の空間を活用しやすくするために選択されることが多いです。また段数を多くして蹴上げを低めにする目的でも選択されます。5つ目がフローティング階段です。段板が浮いているように見えるものをフローティング階段と呼ぶことが多いようですが、正式な名称は曖昧です。通常の階段は段板を支えるために段板下や両側にササラという部材がありますが、このフローティング階段の場合はそれをなくしたり見えづらくしています。そのために段板が浮いているように見えるわけですね。6つ目に螺旋階段です。螺旋階段はその名の通り、螺旋状を描きながら上り下りをする階段です。螺旋状のため比較的コンパクトに設置できます。またデザイン性も優れており、階段であるということに加え、インテリアとしても目を引くものになります。ただし螺旋階段は中心側の段板が狭くなっており、踏み外しやすいので気をつけましょう。最後はサーキュラー階段。豪邸の階段をイメージして思い浮かぶのはサーキュラー階段ではないでしょうか。緩やかな曲線を描き、優雅な気分を味わえます。ゆったりとしていて歩幅も最後まで同じなので、安全な階段でもあります。広いスペースを必要としますが、最近はコンパクトなものも出てきているそうです。こんなに種類があるんですね。確保できるスペースによって選ぶことができる階段は変化します。住宅の暮らしやすさという点で大きな部分を占める階段の種類や特徴を知ることは非常に重要です。階段選びをする際はぜひこの動画を参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。サーキュラー階段しか覚えてないです